そういえば紹介してなかったものっていうのがあるんだよね。そうなんですよ。うん。あ、こんにちは。そう、これから紹介するのは私が家具を新調した時に買ったあるものでございます。結構やばいよこれ。そう、それがこちらです。ババ、じゃん、ウォーターベッド。ウォー、あ、ちょ、ウォーフォーウォーターベッド、ウォーターベッド、ウォーターベッド。説明してください、概要を。はい、まずもうまんまなんですけども、ね、水なのよ。うん、簡単に言うと、なんだろう、水のバッグみたいな、水が入ってるバッグみたいな、こう浮き輪っぽいような素材のやつに水を入れて、こう2つ並べて、で、なんとこの中に温度調節できる機能もあって、うん、冬とかだとあったかくできるの、この水をね。美味しい。こう水をね、でもね、プニョ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 、見ただけだとね、わかんないですけどね、めっちゃすごいの、寝心地が。そう、もう起き上がりたくなくなるっていうか、ほら、音わかる？ほら、ぷちゃんぷちゃんって言ってんの。え？もう帰るで。もう雲の上ですよ、これは。ポンスも、めちゃくちゃ起きなくなった、これ。確かに、最近起きないもん。熟睡してる感がある。そう、で、起きた時に体が軽いのよね。ちよ、うん。クエタック。スエタック。スエビックスベアラップ。これ、いくらすると思いますか？いやー、ウォーターベッドだからな。言うて、まあ普通のベッドで8万ぐらいだと、ウォーターベッドがちょっと高いから、20万とかですかね、キングサイズだし。70万です。うわお、うわお、これはちょっとね、調子乗りましたね。いやでもね、やっぱ寝具にはお金をかけた方がいいって、まあそうっすね、どっかの社長さんが言ってたんですよ。人生の3分の1を過ごすからみたいなね。そうそうそう、そこにお金をかけるとなんか人生の効率が上がりますみたいな。うん、確かにと思って。やっぱ食べることと寝ることは人間のもう大事な大事な生活の一部じゃないですか。そうですね。だからこういうね、ちょっと奮発してこのような素晴らしいベッドを買ってみました。っていうのもミノが最近引っ越して、そのお家で遊びに行ったんですよ。その時にミノが、ウォーターベッドめっちゃいいよって言ってたんですよね。買っちゃいなよ、めっちゃいいよって言われて、え、超いいって思って買ってたら、マホトもめっちゃいいってなって、また YouTuber がまたウォーターベッドブームになるかもしれない。お、あるね。いや、これはいいわ。これめっちゃいいよね。なんかね、もうね、ぜひうちのお友達は寝に来てほしい。あーちゃん、それで寝取られようとしてる。確かに、誘い文句だね。ちょっとうちウォーターベッドにしたから着なよ、みたいな。いいね。ぶっちゃけさ、これめちゃめちゃしづらそうじゃない？いや、でもまあ、普通にできるって言ってたよ、ミノは。いやおぉ、服の癖、ウォーターベッドを全てどうでもよくなったわ、今一瞬で。じゃあ今からキモ寝相選手権やろう。何そのだるいゲーム。いや、俺がキモい寝相で寝るよっていう。あ、じゃあそこの部屋、ちょっとそっちの部屋に移動して。はい、俺キモい寝相になって20秒後に、うん、キモい寝相になってる俺を見て、うん、一言。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいですかね。あ、ちなみに言うと、これトイザラスさんからいただいたんですよ、ずっと前に。でやっと組み立てたんですけど、すごい使ってます、ありがとうございます。あとこれ、アバが使ってていいよっておすすめされたカメラの照明買いました。めっちゃ汚いね、この部屋、ごめんね。はい、ちょっと、あれ、いないや、どこで寝てんの？意味がわかんないんですけど。ちょっと待って待って待って。くん？寝てるんですかね、まさかこれは。確認してみます。笑ってるやん。笑っとるやんけ。笑っとるやんけ、お前は。え？あ、寝てた。寝てたじゃねえんだよ。危ないでしょ、子供が真似します、やめてください。うわ、寝てたわ。めちゃめちゃ顔にエッチ登ってたけど。あちゃんもやる？いいです、大丈夫です。あちゃんもやって。いや、何の得になんのそれ。誰が得するの、その絵と。誰も得しないよ。嫌じゃん、時間の無駄なことじゃん。無駄だよ。無駄だよじゃない。全然にやる意味はないよ。その心笑ってるねみたいな。やめて。ほら、真似してる。真似しようとしてますよ、この人。ダメです。ダメ。パパが言ってたもんね。ん？ワンプーでー
すごい服着てんね、パパね。ででん。あー。おー、プッパーン。ボン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 。最近それとミスターの被り物とかしてるから、本当にどこの世界の人ですかって感じで歩いてる時あるよね。でも俺ね、ここにフリスクネオがちょうど1個入る。ネオじゃないとダメだよ。フリスクのね。なるほどね、ちょっと大きいやつね。そう、ちゃんとパカンって余るんだよね。いいやん、うん、なんかこれなんかシバイルと出会った時ぐらいの服を思い出すんだけど、こういうの着てなかった？なんか赤い網網みたいなやつ。そう、うん、これね、値段も無駄なんだよね。3万円ぐらいして高っ。破けてんのに、破けてんのに、破けてんのに3万。普通の服より欠如してんのに3万円。どうせギャルソンでしょ。てかあのギリスーツあげたね、あんた。ねえ、なーに、どうしたん。ということでね、ウォーターベッドでした。はい、バイバーイ。だからやめなさい。